直角ネーム、宇賀神美代さんからいただきました。フルコン、星の導きを信じて。続きまして、直角ネーム、ウガンダ美代さんからいただきました。やべえ、緑しかねえ。いやね、このお便りちょっと僕はなんかね、そんなに面白いとも思わなかったんですけども、なんかちょっと気に入ってしまったので 読ませていただきました。フルコンの直角レディオ。はい、というわけで今日も始まりましたフルコンの直角レディオ、新年一発目ですね。皆様、風邪などひいておられませんでしょうか？お元気ですか？お元気ですか？私はいつものように氷結ゼロ杯をね、飲ませていただきます。いい音聞こえましたか？ね、あー、うまい。0円違う、0円じゃない、アルコールゼロでね、お送りさせていただきますので、はい。まあちょっとね、今日は僕がラジオの準備に躍起になってね、こういろんなね準備をしているというのにさ、携帯の方のなんやろ、リプライが来ましたっていうティロリンっていう音が鳴り止まないんです。じゃあ何かと思ったら、なんかもうね、一緒にバンドやらせてもらってる最終兵器、最終兵器下ネタの、富士山とかね、最終兵器、いや、ただの下ネタのアブさんとかから、チンチンっていうリプライがたくさん来てましたね。はい。で、めっちゃフォロワー増えました。やっぱ、ちょっと超人気者2人と絡んだからだとは思うんですけれどもね、急にフォロワーが30人ぐらい増えてて、まあ日本は病んでるなと思いましたね。はい。いやー、ちょっとほんまにさ、なんかさ、YouTube の登録チャンネル、20万人行きましたって藤が言ってて、で、僕は77万7777に行きましたよってアブさんが言ってて、桁が違いすぎて意味わからないよね。僕の YouTube チャンネル、1800 よかったら YouTube の方にも一応チャンネルがあるので、まあ生放送のアーカイブしか上がってないですけど、よかったらチャンネル登録してください。はい。いや、桁違いとはこんなことやよね。2桁違うから。桁違いとはこのことですね。はい。まあこのタイミングで YouTube チャンネルをせっかくなので宣伝しておこう。まあ多分知らん人も多いと思うんですよね。まあ YouTube の方ってニコニコと同じ動画か生放送のアーカイブばっかりなので、そんなに積極的にも宣伝しなかったので、でもですね、それよりも YouTube の方ではね、僕、私がやってるワクワクバンド系の動画がたくさん上がっておりますので、ワクワクマイライフ、夜を明けないで、僕が壊れる前に、などなど、あと期間限定で時の羊羹のライブ映像などなど、そういうのがね上がってたりしてましてですね、私のチャンネルの一番下の方にもリンクを貼ったりしてるので、聞いてみて、その方で我々がやってるバンドの曲、楽曲がフルで普通に聴けますし、ライブの映像とかも見れちゃいますし、よかったら見てやってください。僕の方のチャンネルはまあニコニコと同じようなものしか上がってないので、そんなにあれはないんですけれどもね。はい。というわけで、よかったら見てください。
動画の最後にチャンネル登録の動画つけてみて、 あれやろ、あのね、チャンネル登録だ、はい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 、チャンネル登録してね、ここクリックしてよ、イエーイイエーイみたいなやつでしょ。あれね、つけるの結構めんどくさいんですよ。なのでね、YouTube にそれほどあまり僕力を入れてない僕としてはですね、あのあれはやってないんですけどね。はい。うん、そうそうそう。はい、というわけで、最初のお便りを読ませていただこうかなと思います。はい。で、最初のお便りなんですけれども、前回読めなかったんですが、これ読んだっけ？もし読んでたら言ってね。読んでないと思うけど、前回読めなかったんですけど、ちょっと年末のお便りがありましてですね、石原アンダーバー S さん、これ石原さとみさんですかね、石原さとみさんからいただきました。すげえなあ、直角ネーム石原さとみさん。うちのラジオはね、なんか宇賀神美代さんからはお便り来るし、石原さとみからもお便りが来るね。まあ、去年のやつなんですけどね、今年も元気ありがとうございました、来年もよろしくお願いしますということで、年末なので社会人の方は忘年会が多い人もいると思いますが、フルコンさんお酒ですっごい失敗したことはありますか？私は社会人1年目のお酒でかなり酔ってしまったことがあり、朝部屋に続く階段で財布などバッグの中身すべてばちまけつつリバースしながら寝ていたところ、大家さんに起こされた経験があります。幸い何も取られておらず、自分も寝ていただけで何もなかったのが奇跡でした。お酒はとっても大好きですが怖いものですね。年末で迎えられる時もあるかもしれませんが、お酒の飲み方は気をつけたいと思います。それでは皆様は良いお年をしようと、まあまあまあ、今年もよろしくお願いしますと読み返させていただきましょうかね。というわけで、これなぜ読んだかと、なぜ読んだかと言いますと、ですね、ちょっと待ってね、米ビューがなんか変なので、キュ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 ッとキュッとして、これで長い列もちゃんと見れるかな。Okay? よし、そうなんだよね。まあまあ、なんで読んだかというと、年末年始じゃなくて新成人を迎えてお酒を飲んでみたいな話がちょっと TL で見かけたので、なので年末年始ということではなくて、新成人の方、これからお酒初めて飲むぞという方に向けても、僕のお酒の失敗とかはね、ちょっとお伝えしておこうかなと思うんですが、まあでもね、僕はそこまでお酒では失敗してないんですよ。一番猛烈に酔っ払った時で、なんだ、オカマバーに行ってですね、オカマバーに連れて行ってもらって、その時に1万8000円のボトルをほぼ、ウイスキーのボトルをほぼ一人で開けた時に、もう初めて記憶を、最初で最後、記憶を失ったんですよね。で、起きたら家にいたんですけど、まあまあ、僕のいとこが連れて行ってくれたんで、ちゃんとね、連れて帰ってくれてたんですが、まあまあ、吐き散らしたらしいです。はい。うん。で、むちゃくちゃ迷惑をかけた。まあ、記憶がないんですが、むちゃくちゃ迷惑をかけたんですわ。まあまあ、お金、まあまあ、そういうのがやっぱりね、多いとは思うんですよね。やっぱ、結局、お酒の失敗って、やっぱ吐き散らして、いろんなところにみたいなのが多いと思うんですけどね。まあ、僕はそれが一番最悪なんですけど、まあ、友達でもね、カバンの中に、吐くとこがなくて、カバンの中に入って、ぐっちゃぐちゃになったとか、タクシーの中で吐いてしまったらめっちゃ弁償せなあかんでしょみたいなんとかね。そうそういうことがあるので気をつけてください、ほんまに。まあね、だからね、なんやろな、まあでも俺幸い、なる、気持ちよくなる前に気持ち悪くなる方なので、あんまり行き過ぎることがないんですよね。ね、まあでもそうやな、どうしたらいいんやろな、なんか限界を一旦知るためには、限界に達しないうちに限界を知るためにはどうしたらいいんやろな。
どうしたらいいやろ。まあまあまあ、この辺限界かなっていうところになったらもう素直にやめるってことかな、やっぱり。うんね、一回限界知っとかなあかんのちゃうかという気もしてしまうんやけれども、その時に手痛い失敗をしてもね。うん、そう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 、まあ限界まで飲もうとするっていうか、なんか気持ちよくてついつい飲んじゃってたら限界超えてたみたいなんやと思うんですよね、みんな。うん、そう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 、いや、やっぱり話が楽しくて、話が楽しくてその場が楽しいとお酒って進んでしまうんですよね。あ、ザルっていう人いますね。いや、ザルっていう人はほんまにザルみたいですね。で、うん、酒は基本的に強くならないので、うん、まあ気を、なんだろう、飲んでりゃ強くなる説を唱える人はいますが、ならないので、まあちょっと慣れたことによって2杯しか飲めなかったのが3杯になるぐらいはあるんですけど、その程度ですよ、頑張っても。もともと全然酒飲めなかった人が上場みになるってことはないのであれってやっぱもう生まれつき、決まってるらしいですよね。うん、まあ、ザル羨ましいって言うけど、ザルの人ってさ、いくら飲んでも酔わへんってことはさ、すげえ酒代かかれへんね。だからまあまあまあ、よしあしあると思いますよ、めっちゃね。それはそれで、うん、そうそうそう、お酒飲まないとっていうか、まあ体調もあるんですよね。だからなんかそのなんやろ、今日すきっぱらやからめっちゃ酔うわとかさ、今日体調悪いからめっちゃ酔うわって、体調いい時ならさもめっちゃ飲めるかのように言う人いますけど、まあまあそれはほんまやとは思うんですよねまあそれはそれでほんまやと思います。やっぱちゃんと食ってないと酔うんですよね。酔いやすいのは酔いやすい。だけれども、まあ、ビール2杯が3杯いける、いつもなら3杯いけるところが2杯で酔っちゃうぐらいの差だとは思うので、なんやろ、さもすきっぱらでなければ、上髪のようにめちゃくちゃ酒強く折れるかのように言う人は、まあ、そんなに強くないとは思います、はい。ほんまに強い人は、自分で強いとか言わへん、あんま言わへんかな。強いとかいう感じじゃないもんな。なんかまあまあ別に酒は飲めるよみたいな人が当たり前のように飲んでいくっていう感じですよね。うん、ね、でも別に酒強いことがすごいことでも別にないので、ね、あんま気にせず、うん、そうだね。なまあまあ、だアルハラとかってもう最近だいぶなくなってきたんじゃない、社会出ても。な昔はさ、一期生だの、俺の酒が飲めねえだのってあったと思うんですけど、最近はないんじゃないかな。やっぱ業界によってはまだあるんかな、どうなんやろね。どうですか皆さん、飲みニケーションとか、せやろか、やっぱせやろかなんかな。まあまあ、あるんか。まあ、俺が付き合ってる人たちが優しいんかな。やっぱあるんか。まあ、ずいぶん減ったとは思うんですけどね。アルハラ毎回忘年会受けます。まあ、忘年会は、だけはっていうのはあるよね。うん。いや、ほんまにね。ある場合もあんねんな、やっぱりな、業界によっては。そうか、業界とか、まあまあ、あとは人やよね。そういうせい、なんか、体育会系で生きてきたりした人は、そのまま下にも伝えたりするから。でも、結構今って、会社単位でそういうことすんなよみたいな雰囲気になってんじゃないの？あんまり俺、もう今の、一般会社をよくわからないけれどもそういう政令が出たりせえへんの？なんか会社からの、あんまないんかな。まあ、それも会社によるんかな。ね、
うん、まあまあそうか、まあ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 でもそこは気をつけてくださいね、うん、会社むしろノータッチじゃないと思うよ今だって。そういうさ残業管理、まあ、電通さんとかもさやっぱブラックなんか去年あんなことがあってしまったのでなんやろ去年のブラック企業大賞に選ばれてしまったりしてたやん。あんなんむちゃくちゃ企業のイメージダウンじゃないですか。そしたらさそれって業績とかいろんなことに影響出るやろうから、うん、だからその会社の社員がアルハラですごい死ぬまではいかなくてもすごい精神的苦痛を受けたりしてニュースになったりとかさ、残業しすぎて死んでしまったりとかさ、お亡くなりになったりとかで、セクハラですっごい受けた、この会社でセクハラを受けましたみたいなのがツイッターでつぶやかれてめっちゃバズってニュースになったりしたら会社の超イメージダウンになるもんね。うん、せやから結構大企業ではあればあるほどなんかそういうのな絶対すんなよみたいな空気出てんじゃないかなと個人的には思ってます。うん、なんでまあまあまあそういう空気もあるにもなってきてるとは思うので、もうなんかハルハラとかしようとしてる人はこの時代にマジマジみたいな、アルハラが許されるのはなんか3歳までだよねぐらいの顔で見てですね軽蔑するようにしていけばいいんじゃないかなと思います。はいね3歳までだよねおかしいけどはい、まあ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 そういう感じで、うん、そうアルハラなんて寒ーみたいな空気にねどんどんしていきましょう。はい、めっちゃ真面目な回答でしたね。はいさて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 、それでは次いきます。直角ネームももぬぽこパンツさんからいただきました、ありがとうございます。はい、フルコンさんこんばんは。枠番新年会お疲れ様でした。とても楽しくあっという間の時間でした。フルコンさん服装、カツラからメガネまでイメチェンされていましたね、似合っていましたし星野源さんみたいでした。イメチェン大成功だと思います。というわけでそうなんですよね。ワクワク新年会というイベントがありましてですね。まあ私がやってる、ワクワクゲーム実況者ワクワクバンドというものがありまして、それの、まあ、バンドではなくて、トークして、大喜利とかしてみたいなイベントがあったんですよ。おとついか。うん、おとついやね。あ、ついおとついの話ですね。1月9日。で、まあまあまあ、そこでね、ちょっと私、まあまあ、普段この生放送のアイコンにも出てるような、白塗りに黄色い大きめのメガネで金髪でっていう感じで出てるんですけど、でまあまあ服には黄色入れてみたいな。今回はちょっと久々にね星野源さんみたいな意識で、まあ、普通のシャツになんかちょっとなんやろちょっとだけチェックじゃないな、まあ、チェックっぽいちょっとなんか紺色の服着て、髪の毛も茶髪のねカツラって書いてるけど地毛で、はい、でメガネも黒バチの星野源というか平正さん意識でですね、平正さん意識でちょっとねでやってみたんですけれども、まあ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 悪くはなかったようですね。はい、写真撮ってないんですよ、そういえば。写真撮ってないので、また、今月、1月21日かな。1月21日かな。ゲーム実況者ワクワクバンドの、ゲーム実況ワクワク層、1月21日ですね。1月21日、ゲーム実況ワクワクソー Z というですね、公式番組がありまして、まあまあ、ゲーム実況ワクワクバンドで毎月やってるやつです。で、それがあります。1月21日。うん。これ見てくれ。そこも同じような感じで出るようにしますので、うん。見たいなっていう方は。
うん、で、今回は音速兄貴がゲストで10人でお送りするので、ぜひとも来てください。音速兄貴だ。10人で、まだちょっとやるゲーム決まってないけど、これでやるゲームは、なんと、龍が如くですとか言われたら、ちょっとどうしていいかわからなくなるよ。10人呼んどいて一人プレイのゲームをやる。みたいなことになったら。ね。そうですね。まあ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 、そういう感じのものがありますので。10人で何やるか、まだ実は僕らも知らされてないので、何やるかわかんないですけれども、なんで、来週再来週か。あ、来週やんね。あ、来週末やん。早っ。近いね。言うてるうちに。来週の1月18日は、ときめきメモリアルガールサイズ3の定期放送をやって、そして1月21日はゲーム実況ワクワクそうと。来週は2本あるのでね。まあ、いつも番組の最後に宣伝するんやけれども、ね、途中から宣伝していきます。よろしゅう見てね。うん。ね。はい、そんな感じでございます。で、そうそう、お便りの途中で止めちゃいましたが、ところでイメチェンって自分でしようとすると結構難しくないですか？私は色や形が似たようなものをつい買ってしまい、新しい服を着ても、あれ？それ似たようなの持ってない？と言われてしまったりします。今回のフルコンさんのイメチェンは奥様など、奥様か奥方とか言わないなど他の人に協力してもらったんでしょうか。また今度してみたい服装などありますか、というわけで、まあそうですね、今回は奥さんに選んでもらいました。いやっていうかね、まあ奥さんが例に漏れず逃げ恥にハマっとりましてですね、普通になんで、でなんかめっちゃひらまささんって呼んでくるので、なんだっけ、なんかでも俺はミクルさんって呼んだことないっけ、 ないんですけれど、ミクルさんであってたっけ、あれミクルさんじゃないよな、ミクルさんってあれやんな、ミクルさんはアニメですね。あ、ミクリさんや、すいません、ミクルさんは春日でしたね。ミラクルですね、ミクリさんや。しかも発音もちゃうな。ミクリさんじゃない。ミクリさんですね。はいはいはい。ミクリさんとは呼び返さないんですけど。まあ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 、まあ。そういう感じで、まあまあ、うちのミクリさんからですね。服買いに行った時も、まあ、っていうか、その新年にまあ服を買いに行ったんですよ。ほんだらさ、もうその平正さんっぽい服増えすぎてて、むちゃくちゃ、おーって思って。で、まあまあ、まんまと、まあまあ、で、まあ、平正さんっぽい服、ええかなと思って、まんまと買っちゃいましたね。うん。で、その時リプライもらいましたけれども、みくりさんっぽい服もやっぱ増えてるみたいですね。あの、服屋さんで。うん。なんかね、その、まあ、イケメン、正しいイケメンに限るみたいな服とか、若者向けの服は流行ってるもんがバーっていっぱい置いてるけど、まあ、平正さんみたいな服って結構日本人似合いやすいと思うんですよね。うん。そう。なので、めくりの髪型を出した阿佐ヶ谷姉妹が急増中。ただし、美女に限るってやつです。女性の逆バージョンのやつですか。まあ確かにな、みくりさんの髪型をな、まあ、顔によっては阿佐ヶ谷姉妹になってしまうかもしれないかな。いや、でもまあ、なんか、ひろなささん風は、まあ普通の人が着たらただの地味な服かもしれへんけど、嫌味のない、特になんかこう、嫌味のない感じで、いい好青年風は出せると思うんですよね。平正さんの着てる服、でもさ、なんかその、何あの人 SE やっけ、なんか SE で、その、ね、ちょっと地味めな人間やけれども、ちょっとおしゃれですよね。シンプルで、やけれどもそのオタクが来そうというよりはちょっとおしゃれ入ってますよね。なんかちょっとワンポイントマークが入ったりさ、
チェック柄だったりね、清潔なおしゃれって感じがちょっとするので、まああれはあれでねいいかなと思うんですよね。まあまあ なんでちょっと見習ってそういう感じの服を買ってみました。はい、今回はそうですね。まあだから服のことを買うときは基本的に奥さんに相談しますね。僕自身があんまりそういうセンスが怪しいので、はい、なので女装した時も奥さんにこういう感じでどうかなっていうのを相談しましたっていう感じでございます、はい、よっしゃ、もう一個ぐらいふつおったよませていただこうかな。よし、これに行こうか。はい直角ネームのアニオさんからいただきました。ありがとうございます。私はアニメ脳です。普段生活をしていてもパンを加えて走ってくる女の子にぶつからないかなとか、突然押しかけヒロインが窓を突き破って突っ込んでこないかなと思ってしまいます。こういうことってありませんか？これからもラジオ頑張ってくださいということで、男性っぽいシンプルなお便りありがとうございますいやですね、これはねわかる、マジで。パン加え少女ぶつかり妄想とか、学校で授業を受けてたらバリーンって窓を突き破、ヒロインが窓を突き破ってきて、何々様お伝え申しております、なんだ君はみたいなシチュエーションにならないかなとか、もう学生の時からずっと思い続けてきてますね。はい、で今でもなんかね、たまに余計なことを思ってしまう時があるんですよね。で、まあそうやな、最近思ったやつではあれですね、まあまあなんかその、まあ、また奥さんとかの話になるんですけど、まあまあこう娘と嫁はんと3人で並んで寝るじゃないですか。寝ててその嫁はん、俺がその、ね、寝なきゃいけ、昼寝をしようとしてるんですけど、俺が娘に「うれうれうれ寝るじゅー!」とか言って、まあ、ちょっかいかけるんですよね。で、それによって娘がまたキャッキャって起きてしまって、逆に寝なくなってきてるところに奥さんがなんか「はいはい、はいはい、お父さん何々ちゃん早く寝てくださいよ」みたいな、みたいな、そういうなんていうか、そのたまに。絵に描いたような幸せ家族シーンっていうのはやっぱりたまに出てくるんですよね。ただそういう絵に描いたような幸せ家族シーンが演出されるときって、アニメだと必ずその家族には不幸なことが起こるんですよ必ず絶望に落とされるんですよアニメだとそのまま絶対終わらないんで、うん、絵に描いたような幸せ家族あるじゃないですか。ね、お父さんお帰りって言って娘がブーって走ってきてパパパパみたいなワンシーンが最初の方に出てきたら、必ずなんか娘がさ、交通事故にあったりとかさ、物語の核となる悪役にお父さんがまず殺されたりとか、お母さんが連れ去られたりとか、そう、あ、もうこんな幸せがずっと続けばいいなみたいなフラグあるじゃないですか。そういうのが頭をかすめてしまうんですよ。そんなことないんですけど、現実にはね普通に日常送れるんですけれども、そう、大体なんかもう絵に描いたような幸せな家族出しといてどん底に突き落とすっていう定例パターンね、これを想像してしまうんですよね、ネガティブアニメをね。そう、なのでね、いや厳しいなと、世間は厳しいなと思いますよ、ほんまにこういうね、二次元のはほんまに、あ、そうやね、サザエさんぐらいならサザエさんの世界に行きますわ、俺は、うん、というわけでですね、まあこれちょっと俺コーナー化できひんかなと思いましてコーナーどんどん増えていくんですけどあなたの中のアニメのみたいなやつ、まあもうちょっとコーナー名は後で考えようかなと思うんですけれども、
アニメ脳とかゲーム脳話でもいいですよ。あのゲーム脳で例えばさ、昔塊魂っていうゲームめっちゃやってた時は、あの道歩いててもあれくっつけれるかなとか、あれ巻き込めるかなとか思ったりしたっていうのとかね、まあまああったんですよ。なのであなたのアニメのゲームのみたいなやつ、そう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 、こういうゲームをやってた時にアサシンクリードやってたらついつい人を殺したくなってしまいますとか、なんかそういう感じのお便り、これ結構出しやすいかな。うんそう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 、これは結構出しやすい企画かなと思いましたので、まあまあまあコーナーがたくさんある分にはね、いいかなと思いますね。これ新コーナーとして新設しようかなと思います。あなたのアニメのゲームの、まあその他小説のとかでもいいんですけどね、なんかの物語にのめり込みすぎて現実の世界に投影してしまってこういうことをしてしまいそうになったとか、まあそういうエピソードいただければと思います。うん、またブログの方に投稿しておきます。ですね、コーナーめちゃくちゃ多いんですけど、コーナーの説明はですね、私のチャンネルのトップページの右側にコーナーの一覧が書いてあって、でコーナーの説明はブロマガでっていう形で記事にしております。でその記事のところ見ていただいたら一応ね読めます。ざっと今あるコーナーをご説明しますと、普通おたのコーナー、これ普通おたコーナーで、お悩み相談のコーナーがありますと。で私の地元こんなんなのっていう、なんか地元の お当地ネタみたいなやつをくれっていうやつですね。で、目指せ超アラサー級イケメンという、まあまあイケメンになるにはこういうことしたらいいんじゃないかみたいなのを送ってもらうとこで、注目空想動画という、まあこれ廃止に、もう注目空想動画ですね、あれ以来全然お便りが来ないので、これは廃止になるかもしれない危険なコーナーですね。あなたが見た架空の動画の感想を送ってくださいってやつですね。はい。チャンネルのトップの右側に貼ってあるんでね、まあまあまあ見つけにくいかもしれないんですが、一応ねそうね、これなんですよね。あ、そうか、毎回のラジオの詳細のとこにもう書いてあるので、このラジオの下のところの詳細の説明のところに投稿フォームとコーナーの説明はブロマガでっていう記事書いてある。そう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 。で、直角リスナー1分間スピーチという自分の好きなものを語ってもらうコーナーと、理想の家族というコーナーで、イラストのコーナー、イラストのコーナーというよりね、あ、おイラスト出してなかった今日、ごめん、そう言ってよ言ってよ、イラストでーす言ってよ、イラストを写させていただきます。はい。で、あとですね、そうそう、ここでお話しておくと、お悩み相談別室というのがひっそりできてます。はい。本日もね、いや、2週間おきにもかかわらずね、イラスト9枚もいただいてて、ありがとうございます。とにかく初心者にはすまない。いやいや、全然、全然いいですよ。すまんすまん。こちらこそ、ありがとう。そう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 、2週間後起きなんでね、結構大変だと思いますが、そんな無理して送っていただかなくても大丈夫なんですけど、まあまあでもね、いただける分には非常に嬉しいですので、ありがとうございます。あれですね、イラストもブログとかにあげた方がいいんかな。そうだよね、湯豆腐のやつはブログに全部投稿していってるけれども、今までいただいたイラストとかね、ね、まあ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 、で そうそう、話が点々としましたが、お悩み相談別室というコーナーがこっそりできてましてね、はい、こちらはなんだろう、お悩み相談の中でもなんだろう、ちょっと重めのやつとか、まあ、重くなくてもあんまりこう公開の場で相談したくないなっていうような内容を、送っていただいて、まあ、ちょっと会員限定になってしまうんですけど、直角このフルコンデスヤでのチャンネル限定枠で、
読ませていただくお悩み相談にしております。はい、うんね、はい、そうなんですよ。なのでまあ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 、ちょっと普段読みにくそうなお便りでもこっちにいただいてもいいです。今のところなんだろうね、今のところ一通だけ来ておりますが、それがまあお乳首が黒くて困っていますというしょうもないお便りしか来てないので意外とみんな闇は抱えてないのかなと安心しております。はいすまん、ちゃん会員限定で送ってきてんのに読むなや、読んだあかんかなと思いながらもちょっと読んでしまった読んでしまった。ただハンドルネームは読んでないから、誰から来たかっていうのを読んでないから大丈夫、誰のことかわからないから、そう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 、大丈夫まあそういうまあみんな闇抱えてなくて大丈夫そうです、うん、詳細はチャンネルで、はい、詳細はチャンネル限定枠で、はいはい、というわけで、普通歌のコーナー、また後で時間余りましたらもう少し読ませていただきますが、一旦普通歌のコーナーでした。ありがとうございました。悩み相談のコーナー新しいジングルを導入してみましたなんかグワーってしてたでしょグワーってしてたでしょね、グワーっとした感じのちょっとジングルにしてみましたはい、いずいですかねこれねはい、やっぱりね、お悩み相談のコーナーはね、お便りが多くてですね、お悩み相談のコーナー先に読ませていただこうかなと思っています。はい、それではですね、こちらちょっとこれ去年いただいてたお便りなんですけれども、読もうと思ってて前回読めなかったので今回読ませていただきます。今日聞いてるかわからないけれども、ペチャパイパイミースケさんからいただきました。直角ネームペチャパイパイミースケさんです。ありがとうございます、フルコンさん、お便り全然読まれないから直角ネーム変えましたということですねまあそこまでしていただいて読まないのもちょっとね悪いかなと思いましてですね、今回読ませていただきましたペチャパイパイミースケさん、早速ですがフルコンさん、相談があります。私は大きいリアクションができないんです。そのせいでよく感情がないとか言われます。なんか照れが出ちゃって大きいリアクションできないんです。直したい悩みなので何か解決策があれば教えてください。ここまで読んでいただきありがとうございます。これからも応援してます。ペチャパイパイミースケさん、ですね、うん、これはね、大きいリアクションができないのは、まあとっさに声を出すっていう訓練ができてないだけだと思うんですよね、っていうのがまずあると思うんですよ。声っていきなり出ないんで、なのでまずはゲーム実況をしてみるといいんじゃないのかなね。まず一人で声を出す練習を、いやこれでもねちょっと半分冗談っぽく言ってるけど、いやでもね声を出す練習ってすごい重要だと思うんですよね。俺もゲーム実況を始めて一人で喋って声出すようになってからどんどんリアクションでかなってきてるんですよ。でゲーム実況始めた時ってそんなに露骨にでかいリアクションなんかしてなかったんですけど、嫌だよマジかよ嫌だよっていうコメントがありますまあゲーム実況じゃなくてもいいです。なんでしょうね、人からでもいいです。それか家でドラマとか見てる時でも頭の中で考えてることをもう口に出して言うとか、うんね、とにかく
口、声を出すことを練習するっていうのはね、まあテレビ見ながら独り言言ってんのってなんかこう周りから見たらやばい感じはしますけれどもね。ね、まあでも、うん、声出していかない、あのとっさの時に声が出るのって大きな声が出たりとか大きなリアクションが出たりするのってやっぱそれも慣れやと思うんですよ結局。なので、まあその中ではね、ゲーム実況いいトレーニングやなとはねちょっと思ったりするんですよね。本気で本気で、これは冗談抜きで別に動画投稿しなくてもいいので、あの個人的にもやってみたらいいと思う。いや、そう、防犯対策でもそうなんですよ。だって俺や今やったらさ、おっさんに痴漢されたらさ、とっさに声出ると思うんですよね。今お尻触られてますって山手線の満員電車の中で叫べると思うんですよ今なら。昔は昔は声出なかったですけど怖くて昔はねびっくりして、そう怖くて、そうなのでなので、ね、そう声出なかったでしょ。だから痴漢とかの撃退とか、夜さ変な人に追われましたとかいう時も、あの怖くて声出ないと思うんですけれども、今なら出ると思うんですよね。なんで防犯対策にもとっさに大きな声が出せる、とっさに大きなリアクションができるってすごい一個あのいいと思うんで、うん、まあ、ちょっとお前リアクションでかすぎんねんみたいに逆に言われる可能性はあるんですけど、まあ、ゲーム実況するなり、まあ、普段から声を出す練習をしてみるっていうのはいいと思います。はいはいですね。さてさて、じゃあそれ次行きましょうかね。ですね、次読もうと思ってたのはこれですね。はい、直角ネーム二つの山さんからいただきました。はい、滝沢古子様、初春の早漏時間ますますご清聴のこととお喜び申し上げます。さて私の悩みについて相談させていただきます。私は毎朝電車で通勤しているのですが、よく電車でとても美しい女性を見かけます。顔はもちろんスタイルも抜群で非の打ちどころがありません。一人暮らし、彼女なしの寂しい毎日を送る私としてはついその方を目で追ってしまいます。でも内気な私には声をかける勇気などとてもありません。どうしたらその方のおっぱいを触ることができるでしょうか。ご教示いただきたく存じます。PS、 もしこのお便りが採用されなければ私は自己判断で動くしかありません。私は頭が悪いので、その女性を見かけた瞬間に全速力で近づき、目の前で立ち止まり手が滑ったと言って触ってみるぐらいのことしか思いつきません。よろしくお願いいたします、ということで、犯罪者の方からお手紙をいただきましたので、ぜひとも警察の方に行っていただいたらいいかなとあの男性の方ですよ、ユリじゃないですよ男性の方からも全然お便りいただいてますからね。さっきの普通おたんところであったなんだ脳みそさんも男性ですからね。はい、あの言うても男性の方も聞いていただいてますから、ありがとうございますいつも。まあでもね、まあ、本気でおっぱい触りたいんでしょう。そうやな、電車で出会った女の子のおっぱいを触る方向か方法か、合法的にせやな、まずはその女性の前でハンカチを落とし続けるっていうのはどうかな。自分から声をかけるっていうのはなかなか難しいんですよね。ってことは向こうから声をかけてもらうきっかけを作るしかないじゃないですか。ってことは、まあ、その女性と同じ駅で降りて、その女性の前でおもむろにハンカチを落とすっていうのを、で女性が拾って落としましたよって声をかけてくれるまで続ける、何度も何度も、うん、でそこから声をかけてもらったら、あ、ありがとうございます、お礼にお食事でも、実はホテルを取ってあるんだ、
おっぱいもみもみ、いやー成功ですね。うん、合法的、非常に合法的。もしくは人工呼吸パターンか。なるほどなるほど、そうですね。まあ女性の前で急に気分が悪くなって倒れます。じゃあその女性が大丈夫ですかって声をかけてくれます。でそこでうわーって言いながら急に両手をバッて上げて、そこでラッキースケベ的にちょっと胸にお手手が当たっちゃう。おっぱいもみもみ、成功ですね。まあ、これならなんとか許してもらえるんじゃないかなという範囲で済むんじゃない。あ、すいませんすいませんって、その後真剣に本当に俺はわざとじゃなかったかのように謝れば、いかがでしょうか。おっぱいもみもみ大作戦、2発披露させていただきましたが、はい、これでいかがでしょうかね。はい、それではですね、何とかやってるか、ほんまに。それが知らないおっさんだったら、まあ、知らないおっさんの、おっぱいもみましょう。それはそれでね。はい、それでは、お悩み相談。今日どうしようかな。なんかお悩み相談のコーナーがね、毎回一番多いんですよね。どれ読もうかなとは思うんですけれども。じゃあ次のお便り行かせていただきます。こちら、はい、直角ネーム馬からジェノベーゼさんからいただきました。ありがとうございます。あ、さっきのやつ実行しないでくださいね。フルコンさんがこれやれって言ったんですみたいな言わないでくださいね。はい、私あなたが捕まっても何も責任は取れませんので。それでは、馬からジェノベーゼさんからいただきました。馬からジェノベーゼさんはですね、お便りイラストもいただいている方なんですけれども、いつもありがとうございます。はい、早速ですが私の悩みを聞いてください。ソーシャルゲームへの課金がやめられません。どれだけ生活が苦しくなってもやめられません。今メインでやっているのはアイドルマスターシンデレラガールズモバマス、アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージデレステ、アイドルマスターサイド M、 アイドルマスターミディオンライブ、グランブルーファンタジー、ボーイフレンドカッコカリブライボーイフレンドカッコカリキラメキノート、この7つのうちメインで課金をしているのがモバマスとデレステとグラブルで、毎月課金をしている状態です。先月も課金のしすぎで国民保険が払えなくなったり勉強病院に行けなかったりご飯が食べれなかったりと、そこそこまずいです。どうすれば課金をほどほどに抑えることができますか。クソみたいな悩みで申し訳ございません。何かいいアドバイスをいただけ。ほんまにこんなことなんの。ちょっと課金中の方いらっしゃいます。僕そこまでの気持ちがわからないんですけど、正直ここまでになるのみんな。これはもうね、生活苦しくなってるんで、少なくとも、あ、いるんや、いるんやな。モモマズデレステグラマルの中で、とりあえず、一つ捨てよ。まずは一つ捨てるところから。もう、アプリ消そう。一つ。いや、これはね、依存症なので、ちょっと強行手段に出ないとダメだと思うんですよね。いくら以内に絶対するっていう風に決めてるみたいな、決めるみたいな、そういうのじゃ無理やと思うんですね。簡単に超えちゃうと思うんですよね。まずは一つ。スマホ壊したら禁断症状にまでなってしちゃう気がするんですけどね。せやなぁ。他になんかこう、ないかな。なんか他の趣味見つけるかやな、スマホでな。じゃあね、なんだろうな。
だフルコンのゲーム実況を毎日見る。ああ課金したいってなったら俺のゲーム実況動画を見る。それにより俺の再生数も増えるし、あなたの全然効果なさそうやな。すいません、全然効果なさそうやな。そやな、じゃあ僕がやってる放課後ガールズトライブを始めましょう。うん。んでね、このゲーム、課金ジェムが非常に高かったので、もう一層破産できると思います、やれば。あ、ガチャ動画見るとかって効果あんのかな。いや、じゃあでもちゃうねん、俺さ放課後ガールズドライブさ結構やっててんけどさ、なんかちょっとガチャ若干高くてちょっとトーンダウンしてしまったんですよね。もっと高えって思ってしまった、正直。高えんだよ。いや、じゃあ俺相場がわからないんですけど、普通の相場がわかんないんですけど、ちょっと、皆さんに聞きたいんですけどね。あのね、ちょっとショップ見るね。500ジェムで10連回せるんですよ。500ジェムで10連回せるんですが、10ジェム120円です。で、300ジェム2400円。700ジェム4800円。なんで、4800円で10連ガチャ1個と200ジェム余る。こうやって高い。やっぱ高い。高いよね。高いよね。あ、3000円10連が相場な。なるほど。まあ、なる9800円払えば、1700ジェムもらえるので、一気に1万円ぐらい払えば、まあまあ、10連3000円のペースには収まるんですけど、一応。一応ね。だその、まとめ買いした場合の割引率は高いんかな。どうなんやろな。高いけどレアが確実に出るなら、今回のガチャでございますが、10連ガチャ5回ごとに1体確定ですね。これはえぐいですかね。ただなんかステップアップガチャになってまして、1回目の10連は250で、2回目の10連は300でみたいな、まあまあなんだろう、そういう感じでなんですよ。そうそうそう。なのでまあちょっと、まあ、初回はちょっと少なかったりはします。まあまあなんかやり方がいろいろありますなとは思うんですけど、なので、まあ、なかなかに高い課金設定になってたので、あんまりちょっと押しにくいなと最近思い出してしまったのですが、ただスタミナなしでメインストーリーは全部できるし、結構女の子可愛いし、ストーリーもまあ中二的感はが苦手でなければそこそこ面白いし、無料でできる部分で面白い部分は結構多いので、ガールズトライバーをおすすめしたいんですが、ただ課金がちょっと高かったのでトーンダウンしてしまった。そうそうそう、スタミナもなしでストーリー全部できるっていうね。で結構なんかお金もね、普通のジェム配布も結構あるんで、なんで、ね、よかったら見てみてください。やってみてください、無料でできる分。はい、なるほど。3億円とか3億円って課金できんの？どうやったら課金できんの ?3 億円って。え、それは FGO ですか？もしくは、戦国演武。はぁ。
3億円分ガチャ回すのも難しそう。まあなんかもう、まあ、世の中にはね意味わからない金持ちがいますもんね。ね、そういう人からしたらなんかもう湯水感覚でベベって貴族感覚で回すんでしょうね。すげえな。いやほんますごいな、まあ、というわけでですね、課金はまあ、あなたはもう完全実に依存症ですので、アプリ1個消すしかないと思うけどな。まずは1個から始めましょう。まずは1個から始めましょう。消すことから、いかがですか？まずは1個消すことから始めましょう。まあ、1個消しちゃったらその分他のに行くとかなるんかな。もうとりあえず1個消してみましょう。もうこれそれしかないと思うんですよね。課金依存症、まあ、ギャンブル依存症に当たるんかな。なんかそういうの病院で精神科とかになるの？ギャンブル依存症の一種になるんやろうかね。ね、買い物依存症か、そっちかもな。課金依存症なんですっつってちょっと病院に行ってみるとかもいいかもしれないですね。あとガチャ動画を見て引いた気になるっていうのはいいかもしれないですね。それはいいかも。それはなので、そうぜひともそれを検討してみてください。はいね。さてと、まあ、結構時間が経ってしまったので次のコーナー行きましょうか。よし、ちょっとお悩みもうちょっと読みたかったけれども次のコーナー行きます。トゥ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 ン、トゥ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 ン、直角レディ。はい、まあこれもういつものやつです。はい、それではですね、今日はどれを行こうかなと思ったんですが、あなたの1分間スピーチを行かせていただこうかなと。もう一個の方のジングルはですねちょっと流さないでおこうかなと思って、1分間スピーチ行かせていただこうかなと思います。はい、それではまあこれ行こうかな。はい、直角ネームホラゲーの幸子は可愛いさんからいただきました。ありがとうございます。タイトル、私はもっと知ってほしいです。本当にマイナーなカップリングのホモとレズの良さを。さあ聞きたいですか？僕はこれはどうかなと思うんですけどね。やってないコーナー。いやだってさ、注目空想動画とかお便り出てない、来てないねもう。来てないねもう。さあどうかな、まあ、僕は聞かない方に入れようかな。はい、たまには聞かないという結果もありかなと思ってるんですけどね。はい、ねえ、いくぞ。ドゥン。おっと、聞きたいが勝ってしまったか。読むか。いや、あのね、というのもまあそうマイナーだから好きっていうのは正直僕は違うかなとは思ってるんで、マイナーだからとかじゃないもんね。たまたまハマってしまったカップルがマイナーだったっていうだけですよね。とは僕は思うんですよね。そう。ね。そういうとこなので。まあちょっと読んでみましょう。はい。
最初は友人にゴリ押しされ、まだまだレズを知らない私に、前から純粋にハマっていた某アイドルを育成芸の、GL を出していき、見事にハマってしまいました。そしてこのホモレズ同様でほぼレズ、ユリ同様ですが、どうも好きになるカップリングが一般とは違く、あまり理解されないことが多いのですが、それがまたよく共感を求められませんが、自分ぐらいしか好きじゃないという特別感が味わえるのです。フルコンさんや、ホモやユリが美味しすぎだわという人にはぜひマイナーなカップも試していただければ嬉しいです。ちなみに私はユリだと、某アイドル育成芸のアンズキラが好きです。俺アンズキラって知らないんですけどね。まあでもこれはアンズってあれか。あの合いますか。うん、まあなるほどな。まあ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 そうか、私しか好きじゃないっていう特別感はあるんか。うん、アンキラはメジャーだろっていうブチギレコメントがたくさんあります。残念ながら幸子さんブチギレコメントがだいぶありますあーちょっと触れてはいけないところに触れてしまったようですよ、このお便り。ちょっと次行った方がいいですかねだいぶ切れてます出直してこい修行し直せねえ、冒頭米の闇が深いですね。さすが私のリスナーさんたち、なかなか闇が深いですね。はい。いやでもさ、俺まあ前もちょっと話したけど、これはね、もう一個あったんですけど、ナルトのカカス先生とイルカ先生っていうのがめちゃくちゃ流行ってたんですよね。今も流行ってるんだと思うかもしれないですけど。接点そんななくない？なんでなんあれあれがほんまなんでなんかわかんなくてねえ、まあ、ちょっとはあるけど、ちょっとやん、そんな泣くないうんねえほんまに同じ作品に出てたら接点だよそうですかそうなんですかそうだったんですか。なるほどな。うん。いや、でもそれがさ、あんな、もうなんか一大、なんやろ、コミケで、なんやろ、コミケで、抱えるっていう、枠ができるレベルなんでしょう。一番流行ってた時は。すごない？そんなことなんの？って思ったんですけどね。うん。ねえ。うん。すごいな。すごいよね。そういうことになんねんな。うん、まあまあ、ゆりが、さ、ゆりはそこまでの大きな、ね、まだムーブメントには、まあ、だいぶ増えてきたけれども、まだそこまでムーブメントになってないからね。そうなんですよね。フルコン総受けは空手の話しか出てこないぞ。いやフルコン総受けはね、非常にマイナーなあれなんで、はい。フルコン総受けとかでググるなよ。誰やそんなんでググった。そしたらフルコンタクト空手が一番上に出てくる。まあそれだもん。それはもう仕方ない。ドマイナーなんでしょうね。うん。まあ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 、ピクシブでトワフルでも何でも探してきてください。僕んとこだけですよ、こんなコメントしていいの。トワフルどうなのとかさ、フルコンがそう受けだとかさ、俺は別にいいけどさ、うん。いやーもう、そう受けのフルコンでも、ピクシブで探していただいても、コミケで探していただいても、全然いいですけれども。うん。まあ、俺に送ってこないでいいからね、それは、あの作品を。うん。はい。うん。探す分には、もう勝手にやってくれっていう、そういうのは。勝手にやってくれ。勝手に鍵付きの、
鍵付きのサイト作って、そこのサイトの、パスワードは俺の誕生日の、0418とかにして、勝手にしてくれ、それは。そう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 、なんか、ある妹好きさんの生まれた日はみたいなタイトルにしといて、で、ね、パスワードはそれとかにして、そんな感じにしとけ。しとけ。ないと思いますけど。はい。勝手にやってくれ。俺に報告はしないでください。そういうのは勝手にやるもんです。勝手にやって怒られたらやめるもんです。そういうのは。ええ。うん。ね。だからといって、なんかその、えぐいのはやめてほしいけどね。とか、誹謗中傷に当たるようなのはやめてほしいけど。まあまあ。はい。うん。ね。うん。さて、それでは、次のお話行かせていただきましょうか。なんか、みんながどうなんか分かる。まあ、ホラゲの幸子さん、残念ながら、割と私のリスナーさんたちにへの受けは悪かったですね。出直してこいというコメントがついてしまいましたが、気を悪くせず、これからも頑張って、いろんな、なんだろう、一品極上のマイナーカップマイスターになれるように精進してください。はい。さて、それではもう一つ、直角ネーム上下さんからいただきました。女の私でもハマる車が戦闘機が、変形して戦ったり人間とも関わったりするあのアニメというタイトルです。さあ、いかがでしょうか。ドゥン、うん、さあさあさあ、どうでしょう。そうそうそう、上下さんです。どうだ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 、超過半か超過半か超過半か、かけた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 、どうだどうだ、超過半か超過半か、ガラガラガラ、かけたかけた、おーっと、超に100両入りました。どうだどうだ、いやいや、半に50両入りました。どうだ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 、結果は超よし。というわけで、なんか毎回これぐらいの割合やな。64.8 で聞かなくて 53%、 うん、はい。というわけで、知ってる人は知っているであろうアニメ、トランスフォーマーが私は大好きです。大方の予想通りですね。はい。トランスフォーマーはタカラトミーさんより発売されている変形するロボット玩具で、アニメもあります。 TF はって急に略したな。これトランスフォーマーかな。TF は大まかに言いますと、ロボット生命体トランスフォーマーが住んでいる惑星サイバートロンというところから、平和を愛するサイバートロンと悪の軍団デストロンが地球に来て暴れている、かっこ戦っているというものの感じのものですと。アニメは何作品もあり、私が一番好きなのはトランスフォーマープライマです。アマゾンプライムみたいですね。はい。プライムの中では、アストンマーティン風な車に変形するノックアウトというキャラが大好きで、言語版の声優はダラン・ノリスさん、日本版の声優は増田幸喜さんという方が、声を当てており、声フェチの私は彼ノックアウトの声を聞いていって、初見の頃はとても耳が幸せになりました。なんかそんな感じみたいですね。うん。もう攻め受けの話は終わりましょうね。はい。はい、で、アニメでは源田鉄章さんやったかな。源田鉄章さんや加藤清三さん、高橋宏樹さん、小安さんなど、有名な声優さんが演じていたり、源田鉄章さんだってたっけ、やってるよね。うん、演じていたりするので、声優さん好きでも気軽に見れるのではないかなと思います。というわけで、うん、なるほどね。もうトランスフォーマーって、トランスフォーマー、コンボイの謎というですね、ファミコンのゲームでしかあんま馴染みがなくてですね、うん、
まあ、なんか映画でなんか 3D の映画とかもいっぱいありますよね。こういったもともと洋画なんですよね。うん。トランスフォーマーシリーズ詳しい人っています？なんか結構ちょっと気にはなるもののどんなんなんかなって昔ちっちゃい頃ちょっと見てたんだとは思うんですけど、うん、あ、もともとアニメ、日本のアニメかな。おもちゃの印象が強いよね。あ、そう、なんかおもちゃ昔持ってた気がするんですよね。え、結構そういうなんかこう、まあ、声優さんの声もいいありで、ストーリー的にも大人向けの感じなんかな。海外アニメか。なるほどなるほど。結構あの大人向けな感じのあれなんかな。なんか俺小学校とかの時見てた気すんねんけど、あんまりストーリーよく分かってなかった気がするんですよね。コンボイの謎はね、結局コンボイの謎って何だったのかよく分からないまま終わった気がするんですよね。あれなんか2週もやらされてね。そうか。まあでもトランスフォーマーはね、普通にあの変形してなんとかみたいな子供が好きそうなポイントになってるから、昔は結構見てたと思うんですよね。おもちゃも持ってたんですけどね。でもストーリーが全然頭に入ってきてないからな。まあでも今見たら結構ビクンとくるもんがあるんやろね。もともと80年代の日本アニメやったよね。そう、ビーストウォーズとかもあるよね。そう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 、そういうのもあるよね。みんなわかんねえって感じかな。まあどうですか、今のプレゼンでトランスフォーマーに興味を持ちましたか？ドゥン、さあどうだ。さあどうだ。ドドン。上下さん、すまない。俺の力を持ってもあのプレゼンはちょっと失敗だったようだ。上下さん、プレゼンは失敗だったようだ。無慈悲、無慈悲すぎる。すまない、本当にすまない。あ、ちょっと ちなみに、ちなみに、こちらの方はいかがでしたでしょうか。こちらの方はどうでしょうか、いかがでしょうか。はい、まあ、もともと好き多いからね。はい。ちなみにあのホラーゲーの幸子さんが、幸子は可愛いさんにいただきました、こちら。はい。うん、いきまーす。本日の1分間スピーチ、プレゼン失敗ということでありがとうございました。はい、恥ずかしいので途中で止めました。恥ずかしいもん、なんかもうこれさ、うん、ね、もうこれ使いたくない。
さて、本日もう一つコーナー行かせていただきましょう。理想の家族のコーナーでございます。このジングルの後に書いて感じですけどね。はい。それでは、理想の家族のコーナー行かせていただきます。エロテロ、あ、直角ネーム、エロテロモモドンさんからいただきました。ありがとうございます。2つ目かな、今日ね。はい。私の母は最近あるものにハマってしまいました。LINE で送られてくる内容が、ケンタロス出てこへん、ピカチュウ出たで、カイリュウ2匹おるで、などなど。そう、ポケモン GO です。去年の9月頃に始め、かなりハマったそうで、気づけば図鑑はほぼ完成、残るはトゲチックのみだそうです。すげえ。先日実家に帰った時、卵を孵化させるのに1時間半ほど自転車で付き合わされました。乗りて追ってを繰り返したので、とてもお尻が痛かったです。なお、ポケモン GO プラスを購入したようなので、どんなものか聞いてみたら、自分のスマホ対応してへんかったと泣いていました。卵の孵化装置を課金してまでやってるそうですが、まあ楽しそうなのでいいとします。去年54歳、御年54歳、ポケモントレーナーまだまだ元気で、かわいいお母様です、ということでですね。はい。いいですね。いや、これは普通にほっこりするストーリーなんですよね。私今とても失礼なことを言ったの。バレた、バレてた。バレてないかなと思ったけど。くそ、去年って言ったらバレてしまった。大変申し訳ない。いや、今大丈夫かなと思って、しれっと流そうかなと思った。そうか、エロテロモードさん、大変申し訳なかったです。そう、いやさ、ポケモン GO をさ、ポケモン GO をさ、お母さん大変申し訳ございません。本当に、御年54歳、元気で大変嬉しいです。まあ、なんかポケモン GO 結構年いってる人の方がハマってるらしいですよね。なんかもうみんな結構やめてるもんな。ですよね。みんなやめてるよね。あ、ちょっとだけちょっと延長しとこうかな、今日。多分延長そんなに使わないですけど。だって多分俺のラジ、あ、でも俺のラジオ聞いてる人らってまだやってんちゃう。あ、みんなお母さんの方がハマってる。やっぱそういう感じなんや。え、でもさ、俺のリスナーさんね、結構30代多いんですよね。いただくお便り見てても結構ね、30代多いんですよ。うん。なんで、やってんじゃないの、ポケモン GO、今でも。ほら、通勤中やってるとかね。うん、そういう感じよね。上司がやってる。まあ、俺もね、俺はね、ちょっとガルトラにハマってからやめてしまったんですけどね、残念ながらね。40代です。80代です。嘘をつくな。そんな露骨な嘘をつくな。40代の方も聞いてくれてるんですね。ありがとうございます。ポケモン GO のさ、田舎不遇説って解消されたん？あれが、解消されないことには辛いなとは思うんですけれどもね。なんか解消されるされると言いながら結局されてない気がしてるんですけれども、あれってどうなったんやろ。一応改善されたんやな。されてない、あれされてない。そうか、そうなんやな、やっぱり。ちょっとだけ増えたんか。ちょっとだけが、それじゃやる気なくすよな。田舎なめんなよって思うの。この程度増やしたぐらいでできると思うなよ。そう、だから、そう、ポケストップがないから、ボールが足りなくて、ボールに課金せなあかんかったりするらしいんですよね。海外だと。海外だと違う。ごめん。田舎だと。田舎なめんなよって言った後に、田舎を海外扱いしてしまった。大変申し訳ない。大変申し訳ございません。ねえ。いやー、でも俺も結構今はちょい田舎に住んでますよ。まあ、コンビニありますけど。コンビニはあります。けど、近くにコンビニはありますけど、
そうですよ。ちょい田舎には住んでますよ。はい。まあ言うてもそんなにこうね、はい。そうそうそう、田んぼはないかな、でもな。そうか。ね。まあ、僕が東京住みだ、東京都内住みだと思ったら、それはどうなのかね、そんなこと一度も言った覚えは、ないんだよ。まあ、それ以上は言わないんですけれどもね。まあ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 。田舎ってどうなん、ど田舎になるとやっぱコンビニまで車で20分とかなんかな。どうなんやろな。1時間、マジ？熊が出てから田舎事情して。田舎だけど都会よりポケストップあるよ。それは田舎じゃないんじゃないか？ほんまに田舎か？ね、しかもチェーンじゃないこと。ああ、夜閉まるやつか。24時間ではないやつか。ねえ。ね、なるほど、なるほど。そういう感じか。なるほどな。まあまあまあ、みんな結構大変やな、それはな。そうかそうか。まあまあまあ、でも、ちょっと、ポケモン GO はね、ほんま、ちゃんと交通に気をつけてやったら、あの体にもいいしね、すごいいいアプリだとは思うんでね、まあ、ちょっとお母さん、交通事故などに気をつけて、ゆっくりと続けてくださいという感じでございますね。はい。さて、さてさて、次いきますよ。ですね、ハンドルネーム、これもまた同じ方なんですけど、桃のぽこパンツさんからいただきました。ちょっと喉が詰まった。はい。私の母、以下ひろこは、私が物心ついた時からショートのパーマといういかにもお母さんヘアですと、家に初めて彼氏を連れてくるという前日、ひろこは、あんたの彼氏はスマップで言うと誰なのと突然言ってきました。いやー、該当者いないけどと返すと、あっそうと気のない返事。あれ、そんなにテンション上がんないもんなのかな、なぜスマップと思ってました。が、当日、なんとヒロコ、ロングのウィッグをつけてきた。黒いリボンまでつけて、いきなりロングヘアになっているヒロコに呆然の私。入学式にも、水泳大会にも、成人式にもウィッグをつけたことなんてなかったのに。一世一代のおしゃれを彼氏にぶつけるヒロコ、ああ、なんか気恥ずかしい。正直私の反抗期がひどく、未だにあんまり会話がない理想の家族とは程遠い家なのですが、ひろこかわいいじゃんと初めて母が可愛く思えた瞬間でした。フルコンさん、ぜひ娘さんが彼氏を連れてきた際は白塗りで 出迎えてみてはいかがでしょうか、ということで。これかわいいお母さんですよね、ほんまにね。なんかその若い男に会うからちょっとおしゃれしなきゃみたいな感じなんやろうけれども、あのウィッグつけるはなかなかせえへんよね。いや、ちょっとおしゃれしてくるわ。まあ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 ね、娘の彼氏に会うやったらあるけどさ、ロングのウィッグをつけてくるってなかなかないですよね。いや、可愛いお母さんだなと思ったんですけど、でもね、ここね、このお便り一番注目すべきところがあってですね、正直私の反抗期がひどく、未だに会話がないという文章があったんですけれども、この方、年齢をですね、30歳から39歳で書いてきてくれてるんですけど、30超えてまだ反抗期なん？モーノポコパンツよ。お前よ。もうさ、もう反抗期やめようや。もう反抗すんのやめようや。ねえ。俺はね、そこ、そこにすごい気になってしまって、このお便りをね、モンドポコパンツさんも今日2通目になるんかもしれないですけど、選んでしまいました。ほんまにねえ。それはね、もう反抗期じゃなくて普通に反りが合ってないというか、まあ、反抗期のまま引きずってるんかな。しかし30歳、
うん、あ、いや、ポケモン GO の人は別の人ですよ、この人。あの、ポケモン GO の方はまた別の人です。うん。はい。いや、まあ、そろそろさ、30にもなったらね、もうほんまになんかその、親の、なんやろ、親の、親への、親孝行となんとかって言うじゃないですか、亡くなってから親孝行しとけばよかったと思うみたいな格言あるじゃないですか。でもほんまにあなたが30歳ということはお母さんは結構なお年になられてるとは思うので、ま、もう素直に親孝行していいんじゃないかなと思います。はい。いつまでも親とあると思うな、親と金と振るに行き、あ、それか、うん、それですね。俺も明日死ぬかもしれないからね。うん、だからみんな一日を大切にして、フルコンのチャンネルに入会してください。突然の宣伝突然のクソ宣伝。いや、あの、入らなくても特に何でも見れるので、あの、大体見れるので、はい、大丈夫ですよ、うん、はい、いや、知らないです、知らないです、大丈夫です、知らないです、うん、ね、はい。というわけで、かわいいひろこありがとうございました。はい。さてさて、それではもう1時間26分になってしまいました。早いことに、ティッ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 ティン、まあ、死ぬなんてことを言うてしまいましたが、あなたたちも見てくれてるし、娘もいるし、嫁もいるのに、死ぬわけには全くいきませんので、はい、しぶとく長く生きようと思います。はい。ね。うん。それではですね、本日の方もですね、追入会って何やん追入会の意味がわからん。うん、今年もね、そう、新年一発目ですよね、これね。今年も直角ラジオとか、ゲーム生放送とか、まあ、今年はもうちょっとね、変わったこともしたいなとも思ってるんですよね。うん、なんか、まあ、ラジオは、しぶとく、ゆっくりと、ちょろちょろとやっていきたいなとは思うんですけれどもね。うん。まあまあなんかダラダラいつも通りやっていこうと思ってますので、まあ、今年の目標頑張らないというのもあるのでね、ゆっくりとやっていこうと思ってますので、今年も皆様改めまして応援のほどなんとかよろしくお願いいたします。あ、福若で入会すること多い入会っていうんや。そんなんすんなドリルすな、入会すなですよ、ほんまにね。まあ、なんかもうチャンネルまで作っちゃってあれですけれどもね、一つチャンネルをに入会していただいて、応援しようと思った時に入会していただいて、なんかそれで十分ですので、ほんまになんかそれ以上はやめてください。千の回です、ほんまに。はい。フルコのミハネタや千の回でいいですから、ほんまにね、ほんまにね、うん、ちょっと無理しないでください皆さん、ほんまに。まあでもね、それよりもなんだろうな、なんか体を動かして、私がやってるバンドのライブを見に来ていただいたりとかの方が嬉しいです。それの方が、まあ、少々お値段はしてしまうと思うんですけど、ライブのチケットになるので、まあでもうん、そっちとかの方が嬉しいかなって思います。うん、はい。なのでよかったらそんな感じでお願いします。さてさてさて、今日も、時間になってまいりましたので、普通ともうちょっと思ってもかなと思ってたんですけど、まあ次回うん、次回ね、続きも読もうかなと思います。とりあえずね、次回は
あなたのアニメのゲーム脳のコーナーを増やしておくので、ぜひとも見といてください。あ、見てくださいませ。はい、次回は、まだ予約してないけど、1月25日かな。まあ今日中に予約するわ。まあ、次回も普通放送日で、そろそろゲスト会したいよな。やっぱね、ちょっと、テコ入れということで。ゲスト会もしたいよな。まあ、次回は普通会です。いつも通り。うん。ですけれども、そろそろテコ入れとして、一つゲスト会はしたいので、誰かちょっと呼ぶことを検討しようかなと思います。うん、まだ俺も何も考えてないです。はい。ゲスト呼ぶってどういう風にしたらいいんやろうと思ってるんですよね。しかし。読んで、まあ、いろいろ質問して、1時間半のうちの、まあ、45分から1時間ぐらい出てもらうって感じなんかな。ね。まあ、そういう感じなんかな。どうやろうね。で、普段のラジオの部分もちょっと見て、聞いていただいてみたいな。まあ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 、そういう感じでやればいいんかな。で、ゲストが来た時に、みんな入会してってくださいって言いまくって、宣伝をしまくるという感じかな。いや、そう、意外なゲストとか呼んでみたいよね。いや、だからさ、その焼肉屋の息子さんとかさ、牛肉の元になる沢の人とかさ、狐さんとか、やと普通やん。まあまあまあ、それはそれでみんな、いいとは思うんですけどね。なんかちょっと意外なところをっていうのはね、呼んに声をかけてみたいなとも思ったりするんですよね。ねえ、そうなんです、ね、ただ意外な、意外すぎると俺のつながりがないからな。ね、我々だ専属 S さんも全然全然意外じゃないでしょ。専属でもないし、ね、なかなか難しいですよね。意外すぎるとそもそもつながりがないしみたいな。魔王とか意外性ゼロやん。意外性ゼロやん、ほんまに。ビビるぐらいゼロやん。さあ、ドナルド・トランプかな。ドナルド・トランプラジオ出てくれへんかな。ねえ。ドナルド・トランプやったら意外性あるよな。ねえ。この際話してみたいのもドナルド・トランプやからな。ドナルド・トランプに声かけてみるか。いや、嘘です。はい。嘘ですって言う必要までもないよ。ガッキー呼びたいね。そうね。ガッキー呼びたいよね。ガッキーいいよな。ガッキーいいと思う。あ、ヒラリーもいいよね。今んとこ候補、トランプ、ガッキー、ヒラリー。あ、オバマさん辞めるから暇になるよね。オバマさん来月やったら暇なんちゃうんかな。あ、オバマさんありやな。まあ、トランプさんちょっとこれから忙しになるから、オバマさん交代するから来月やったら暇になるんちゃう。ねえ、プーチンさんも現役やしな。あ、石原さとみリスナーやし、ありやな。ほんまやな。じゃあ、石原さとみ呼ぼうか。あ、斎藤匠ね。あ、じゃあ、さとみか匠呼ぶか。はい。冗談はこのぐらいにして、本日もこれぐらいで終わりと、どの立場で話してんの。日本を牛耳るプロデューサーぐらいの勢いで話してますね。はい。日本牛耳るどころじゃない。世界を牛耳る闇の王ぐらいの。はい。はい。それでは、今日もご視聴ありがとうございました。はい。まあ、こちらでね、ラジオの方は終わりとさせていただきます。じゃあ最後にちょっと宣伝しときますと、来週1月18日はワールドサイドの、放送がございます。で、昨日から先週のワールドサイドのアーカイブは投稿し始めてまして、あ、今日からか。
今日明日明後日で投稿して、で土曜日にはあのチャンネル限定動画のトワポンとの第2弾が上がります。今月のチャンネル動画はその2本になります。お納めください、会員に入っていただいてる方は。うん、あのそういう感じかな。で実況動画系はちょっと今撮れてなくてですね、ちょっと近いうち続きを撮って、あ、ユゲポドの僕夏はあのまだストックがあるのでちょっとそのうち上げます。そういう感じでございます。で来週18日はガールズサイド放送で、21日はゲーム実況者ワクワクバンドの放送、ぜひとも、見に来てください。というわけで、ね、本日もご視聴ありがとうございました。うん、ほな終わります。グッナイ。いつもなんか大量のコメントありがとうございます、ほんまに。次回は来場者の5倍を目指してほなほなほな。うん、で今日はちょっと会員限定枠なしで、はい、今日はこのまま終わります。申し訳ないが、うん、で会員限定お悩み枠はお便りが少し溜まったらそのうちやります。ほなほな、ほんじゃあね、今日はもうこんな終わります。バイバーイ。